琵琶湖大橋を越えて守山市から近江八幡に向けて走っています。ここはまだ守山市ですが、この辺りは車の往来が激しく、慣れていない人は怖い思いをしそうです。危ないと思ったら歩道側に避難しましょう。私もトラックが爆音を出して追い抜いていくので、時々歩道側に避難しました。走っていて感じることですが、1回目、2回目の時よりも整備されているように思います。路面の舗装の仕方も自転車向けの舗装というか、かなり走りやすいですね。ようやく近江八幡市に着きました。ご視聴ありがとうございました。